この動画はアンチ来てもおかしくないぐらいの下手くそ動画となっております。ですがアンチコメントする方は見ないことをお勧めいたします。それでは以上でございます。オッケー、よし、せーの、ララーどうもしょうのです。はい、今回はすごいね、メコガラネイルってどうやってやるんですか、やり方教えてほしいみたいなね、コメントとかリクエストとかリップとかをもらうので、メコガラネイルのやり方を紹介していこうと思います。イエイ。はい、ですね、私ちょっと復帰はい、ですね、私復活してからなんかちょっと変なねキャラになっちゃってるんですけど、すごいね言われたのがソルタちゃんに似てるとかケミオさんに似てるとかね言われるんですけど、私は全く意識もしておりません。なのでね、言わないでくださいみたいなね、すごい言い訳みたいに見えるかもしれないんですけど、それはガチなのでよろしくお願いいたします。はい、でですね、ベッコーガラネイルってね何みたいなね人もいると思うのでね、ちょっと紹介しようと思います。ベッコーガラネイルっていうのはねこんな感じなんですけど、なんて言えばいいの、まあこんな感じでございますね。はい、はい、それではね材料を紹介していこうと思います。まず1つ目、ネイルチップ。はい、ちょっと私はねこれこの前もう作っちゃったんで、ちょっと使わなかった部分をね、いや今日使っていくんですけど、この大きいやつを今日使います。ネイルはですね、マニキュアを私は使ってるんですけど、一つ目がこの透明なトップコートです。じゃん、これが茶色です。はい、黄色でございます。この3つだけでねできるので、それをやっていこうと思います。それではスタート。ちょっと一回カメラチェンジをしますね。はい、はい、カメラチェンジをしました。すごいねここが汚いんですけど、気にしないでください。気にしちゃうよね、本当にごめんなさいって言ってる。あとはですね、私はねすごい爪がねコンプレックスなんですよ。なのでね、そこはね突っ込まないでください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね早速始めていこうと思うんですけど、まず最初にこの黄色いネイルをね塗っていきます。これは全体的に塗れば良きでございます。はい、こんな感じで塗れました。そしたらね乾くのを待ちます。はい、というわけである程度乾いたと思うので、次に行こうと思います。ちょっとね確認してたら結構なんていうのよれちゃったんですけど、まあそこは気にしないでください。次にですね、この透明のやつを塗っていきます。ですぐにこれを使うので、もう開けといてください。はい、でちょっとね準備をしておきます。はい、それではねやっていきます。でこれをねパーって塗るんですよ。まずちょっと多めに取った方がいいです。これはちょっとねもうちょっともうあとちょっとでなくなっちゃうんで、ちょっとやばいんですけど。はい、うん、開いた。よし、いくぞ。はい、もうこれをね急いでパパパパッと塗っていきます。パパパッとパパパッとパパパッと、あ、ちょっと足りないかもしれない。やばい、ヤバタンピーナッツで、もう早くね早く塗りなさいって感じ。もう本当にね何やってるかわかんない。あ、うれしい。はい、これをねパパ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 パーとね塗ってね塗りまくるんです。もうね本当に焦るとねこういう言葉しか出せなくなるんですけど、本当にごめんなさいってマジで言ってるからさ、ちょっと。はい、そしたらですね、はい、次に、はい、急いで。はい、このね茶色っていうの、茶色を取って、でささ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 っとやっていきます。はい、ささ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 っと。でこれがねすごい重要インポータントってやつなんですけど、そうですね、すごいインポータントです。はい、なんかね私最近ちょっと英語にねハマっちゃってね、頑張ってるんだよね。いや全然英語できないんだけど、インポータントとインパティキュラーが好きです。はい、いやどういうことって感じだけど、そう本当にインポータントとインパティキュラーが好き。なんか響きがかっこいいから、うん、いやマジ何言ってんの。はい、こんな感じで塗れました。そしたらですね、ある程度乾くのを待ちます。はい、というわけで結構乾いてきたと思うので、最後にねこの透明なマニキュアで塗って終わりになります。はい、それでは塗ります。はい、こんな感じでベッコーガラネイルの出来上がりです。イエーイ。すごいね私不器用なんで下手くそなんですけど、もしよろしければ高評価お待ちしております。はい、というわけで
というわけで今日はねべっこ柄ネイルのなんかガタゴトだった。はい、というわけで今日はねべっこ柄ネイルの作り方の紹介の動画でした。いいのかな、合ってる日本語。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバイ、また見てね。